宇宙世紀0079、1月3日、地球から最も遠いスペースコロニーサイド3はジオン公国を名乗り、地球連邦政府に宣戦を布告する。後に一年戦争と呼ばれる戦いの始まりである。ジオン公国は巨大人型兵器モビルスーツを戦いに投入し、物量で勝る連邦を圧倒する。開戦よりわずか1ヶ月余りの戦いで総人口の半分を死に至らしめた。だがこの凄惨な殺戮劇も戦いの序曲に過ぎなかったのである。戦争は膠着状態に陥り、世界各地で泥沼の戦いが繰り広げられる。死と絶望が世界を支配し、硝煙と鉄の焼ける匂いが戦場に立ち込める。その地獄のような戦いは永遠に続くかのように思われた。しかし戦いが始まってから10ヶ月が過ぎ、戦局は新たな局面を迎えようとしていた。敵の目標は密林地帯に設けた我が軍の拠点である。至急救援に向かえ。なお南西の拠点は我が軍にとって最も重要な拠点である。絶対に敵の侵入を許してはならない。十分に注意せよ。すでに連邦軍が攻撃を開始しています。急いで防衛部隊の支援に向かってください。救援部隊に通達する。連邦軍がモビルスーツを戦線に投入した。我々だけでは対処できない。迎撃を頼む。沈黙。敵の迎撃を完了しました。防衛作戦は成功です。とりあえず危機は去ったようだな。機関のおかげで拠点を守りきることができた。協力に感謝する。だが連邦軍がモビルスーツを完成させた。これから次々と戦線に投入されるだろう。厳しい戦いになりそうだな。